プラ。本日紹介するプラモデルはこちら、センチネルより発売、プライオボットブレンラガン。2007年放送、ガイナックス製作のロボットアニメ天元突破ブレンラガンの主人公機、センチネルの完成品ロボットフィギュアシリーズ、ライオボットを組み立て式プラスチックキットにした商品。かなり厚みのある箱で作りごたえがありそうなのだ。ではまずランナーから見ていこう。箱の中にぎっしりと詰まった合計23枚のランナーに、朝っぱらから作り始めた総統は少しうんざりしていた。ボディや頭部が一部塗装済みパーツとなっていて、装甲の一部はシールとなっているが、そこは塗装していく。ここで一度大きさの比較。本商品はノンスケール。設定では全長5メートルのロボだが、劇中の描写からはありえない。 HGAB72/1 ダンバインの人形が頭のコクピットとちょうどいいので、このぐらいのスケールだろう。なるべく設定に近いカラーリングにしたい。関節部分の茶色が黒一色なので、4アーティストマーカーのコッパーを購入し塗っていく。そして完成したプライオボットブレンラガンがこちら。ガンプラやモデロイドと比べると、プラスチックが硬く表面がテカテカしている。ランナーの多さの割に時間はかからず組み上げられた。付属品はこちら。ドリルやグラサンなど充実の各種武器類に、ハンドパーツ、大型ウイングが付属している。次は各部の可動を見ていこう。腕はボールジョイントで、付け根が前後に可動。肩のシールドは接続部のボールジョイントに、肩の付け根をスライドさせることで腕の可動を邪魔させずに動かせる。肩と腕は軸接続でロール回転、肘は二重関節で手が二の腕にくっつくほど曲げられる。個体差なのか、関節が結構硬いので軽くやすりがけするといいかもしれない。腰も二重関節で大きく反らすことができ、ブレーン部分の口を開くと中のコクピットハッチが見える。足の付け根は軸接続、太ももはロール軸回転、膝は二重関節でかなり曲がり、足も前後左右に動く。全体的に可動域が広く、膝立ちもしっかり可能である。次に装備を紹介。手首パーツを交換して小型ドリルを装着してフルドリアイズ。手を武器持ち用に変更し、胸部のグラサンを外して武器用グラサンカッターを持たせる。そしてメイン装備であるドリル、こちらはガンダムマーカーで塗装しメタリックに仕上げた。さらに番組中盤から登場したウイング形態、かなり大型で先端が痛いほど尖っている。折りたたむことも可能。股間部分にはスタンド用の 3mm 穴が開いているので、空中を飛んでいるようにポーズさせることもできる。ダブルブーメランスパイラル。当然だが手にしっかりとは持たせられず、重さもあるのでウイングはスタンドで支えている。次に大きさの比較。エントリーブレード144/1ストライクガンダムとの差はこんな感じ。羽の影響もあってかなりのボリューム感。次に最初に比較で紹介した HGAB72/1 ダンバインとの比較。やはり劇中描写的にもダンバインより設定サイズが小さくはなさそうなので、対比的にこれぐらいの大きさはあるだろう。それでは各ポージングを見ていこう。擬似的な分離形態。というわけで、プライオボットブレンラガンのレビューいかがだっただろうか。関節の硬さは伝えたと思うが、実はこの動画を制作中にサワンを折ってしまったのだ。動画が投稿された頃には注文したパーツが届いているだろう。関節問題は100均のダイソーでシリコンスプレーを購入、塗布したところかなり動かしやすくなった。皆もパーツの破損には十分注意していただきたいのだ。
それでは今回の動画は以上とする。チャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローもよろしくなのだ。また次回お会いしよう。では諸君、さらばなのだ。